29日 SMBC 日本シリーズ2024第3戦ソフトバンク d n a みずほ PayPay ドーム d n a の先発、東勝樹投手が6回、観客の妨害行為を訴え、試合が一時中断した。投球直前に観客から口笛が吹かれたものと見られ、場内アナウンスで注意が促された。X、旧ツイッター、では、 口笛の注意とかあるのかサッカーみたいにレーザーポインターとか使ってるアホでもいたのかと思った。口笛だけで試合進行の妨げ。と驚きの声も、ただ、野球見てるやつらなら、応援の指笛口笛とモーションやサインするときにだけ鳴らす指笛口笛が違うことくらい分かれよう、などと指摘もあった。